新年一発目に人肉ホラー、やい、アクション北脇です。お願いします。ディズニープラスで配信開始されたガンニバルを語る回、明けましておめでとうございます。まあ、新年一発目に語るような作品ではないんですけど、ディズニープラスがよ、なんか年末年始にガンニバル配信するけさ、それはまあ見んといけんじゃん。ネットフリックスは年末年始今あの国でしょ、ディズニープラスはガンニバルでしょ。グロいって。日本エンタメ、グロいって新年早々。そんなね、巷で話題のガンニバルなんですけど、今のところね、2話まで配信されていて、毎週水曜日に1話ずつ配信されるみたいなんで、多分この動画が出てる頃には3話がね、配信されてると思うんですけど、いや、めちゃめちゃおもろくて、これもともと二宮正明さんのガンニバルという同名漫画をね、実写ドラマ化している作品なんですけど、俺この元のね、原作漫画がめちゃくちゃ好きで、結構前に話題になってて、なんか最近終わったんだよね。でも全13巻で完結してるんですけど、累計発行部数210万部というね、もう大ヒットよ。僕このドラマ化にあたってね、漫画も全巻読みまして、めちゃめちゃおもろくて、映像になった時にもまたおもろかったので、今回はね、このガンニバル漫画のネタバレはなしで、このドラマのね、2話までのネタバレはしてしまうと思うので、まだドラマの方見てないよって人は気をつけてください。よっ。まず俺はガンニバルが実写ドラマ化するって聞いた時に、ディズニープラスが実写化すんのって驚いたわけ。まあ、今作めっちゃざっくりあらすじだけ言うと、とある小さな村に赴任してきた駐在さんっていうのが、この村にはびこる悪しき風習というのを解き明かしていくっていう作品なんですけど、その風習っていうのが、どうやらこの村では人間を食っているんではないかと。まあ、いわゆるカニバリズムっていうね、人肉を食しているなんていう噂なんかがあって、で、まあ、その事件、その謎っていうのを解明しようとするっていうお話なんですけど、なかなかいかつい設定じゃん。で、漫画めっちゃ怖いんよ。これをディズニープラスが、塔の上のラプンツェルとかと同じ枠組みに、マジっすか。ほんなら後に発表された監督が、片山晋三監督っていうね、去年なんかだと探すっていう作品が話題されたんですけど、まあ、美咲の兄弟であったりとか、割とこう社会の暗部、日本社会が今抱えている闇っていうのを割と鋭利にえぐってくるような作品が多い監督なんで、そういう意味では監督はめちゃめちゃハマってると。おー、ガンニバル片山晋三監督か、確かにいいかもと。ほんなら主演、柳楽優弥さん。柳楽優弥？ほんでなんかビジュアルなんかも100点満点でさ、俺なんか、これ結構期待できるんじゃねえかなと。枠どきで見てみたらよ。最高だったよね。とある事件を起こしてしまったことで、田舎にあるね、公家村っていう小さな村に飛ばされてしまった主人公の元刑事っていうのが、まあ、駐在としてね、家族3人で引っ越して生活するようになるんですけど、前の駐在さんっていうのが、どうやら失踪してるらしいと。で、その前の駐在がね、こう姿を消す前に放った、この村では人間を食っているっていう、なんかこう狂気じみた発言をして姿を消してるんですけど、まあ、いざこう住んでみたら、この村の人々っていうのはすごいいい人たちばっかりで、人食ってるなんてバカじゃねえのと。微塵も感じないわけよ。ただね、そんな主人公が赴任してきて早々、ある事件が発生してしまうんですけど、山ん中でね、一人のおばあさんの惨殺遺体というのが発見されるわけよ。で、この遺体の損壊状態からして、どうやら熊に食われたんじゃないかと。で、その地元の猟友会っていうね、まあ、ハンターの男たちっていうのが、もうたかってね、このばあさんの敵取ろうつって、熊をぶっ殺そうつって、もう血気盛んにたぎってるわけ。で、その主人公の駐在ってのが、ちょっと待てと。その遺体に違和感を覚えるわけ。そのおばあさんの遺体の腕に、髪跡みたいなのがあるわけ。で、この髪跡っていうのが熊ではなくて、どうやら人間の髪跡だと。ただ、このおばあさんね、まあ、生前なんかボケとったから、自分で噛んだんじゃないかって言うんじゃけど、いや、でも、髪跡の位置っていうのが、この外側についてると。いくらボケてるばあさんでも、自分の腕噛むときは、内側に噛むはずだ。こう噛むことは不可能なんじゃない？つまり、これ第三者が、このおばあさんを噛んだという証拠になり得ると。ここであの前の駐在が放ったあの、この村では人間を食っているっていうきな臭い噂っていうのが、だんだん真実味を帯びてくるわけ。ほんならその違和感を指摘した瞬間、この駐在に対して、周りの猟友会の男たちっていうのが一斉に銃口を向けて、何言ってんだお前。お前はまさかわしらかばあちゃん虐待したいんか。怖っ。一気に、ぶわー。どうやらこの亡くなったおばあさんっていうのはね、後藤銀さんという、この村にある後藤家っていうね、結構でかい家の、まあ、当主だったと。で、その猟友会の男たちっていうのはみんなこの後藤家の一族なんだと。だからこの後藤家っていうのがこの村では結構でかい力というのを持っていて、いわゆるそのこの公家村にいる、こう周りのね、村人と後藤家っていうのが結構ね、確執があるっぽいのよ。だから村人からあんまり後藤の人間と関わらん方がいいよ、なんて言われてんのよ。ビレッジホラーっぽいじゃん。狭いコミュニティだからこそはびこっている人間関係の嫌な部分っていうのがもう結構ごったにで、1話の段階、赴任してきて早々もう居心地悪いのよ。まあ、主人公は暮らすことになるね。その家の中にも、なんか変な違和感みたいなのがあって、この柱に
りね、なんか傷跡みたいなんで、逃げろって書いてあるのよ。やばい。前の駐在がほっとる。ハウスクリーニングされとらん。なんならその主人公ね、その奥さんと一人娘っていうのがいるんだけど、どうやらその娘っていうのが言葉を喋らないと。で、その娘が喋んない理由っていうのが、おそらく主人公がこの公家村にね、飛ばされた理由になった事件っていうのがね、多分関係してるっぽいの。ほんならその言葉を発さない娘っていうのが、山の中なんかね、こう迷子になっちゃうわけよ。ほんなら奥さんがもう血まなこれ探してね、まあなんだかこう発見することができたんだけど、娘がおらんくなったみたいなことをね、なんか飲み行っとったかなんかで、家を出とった旦那にこう報告すんのよ。旦那が、あ、そうなんやーっつって。で、こう寝ている娘の元行ってね、大丈夫だったかーって。まあこう家族のね、あったかい一コマよ。なんだろ、その娘ってのが、なんかその姿を消しとった山の中で、なんかあるものを発見したんか、このお父さんにね、とある箱みたいなのを渡すわけ。なんかこれはなんかそのキャンディーの空き箱なのよ。キャンディーくれるんか。あ、ありがとうな。なんや、中に何が入っとんかな、パイナップルかななんて言って、パッて開けたら、中に指が入っとる。パッ。これ、どこに見っけた？この緊張感最高。あのシーン原作では、娘がお父さんにパッて渡すシーンはあるんだけど、それが何なんかっていうのは、結構最初の方は分かんないのよ。後半、実はあれ指だったっていうのが明かされるんだけど、漫画の方では最初明かされないのを、このドラマの方ではね、もう箱パカって開けたらもう指入ってるっていう、もう視覚的なショッキングシーンに持っていって、でその後のヤギラさんの、ガチビビリ。おい。最高。原作の方はね、全13巻っていうこともあって、結構振りも長いのよ。主人公がこの村の人たちと仲良くなっていく過程っていうのが結構ちゃんと描かれて、で、なんかたまに主人公こう地雷踏むの。そういえば前の駐在さんって姿消したんでしたっけみたいな。その前の駐在さんの名前言おう思うなら、さっきまで和やかな雰囲気だった村人がみんなこっち見て。あれめっちゃ怖いんだけど、漫画では。あ、地雷踏んだ。あー言っちゃいけんこと言ったっぽいみたいな、あの居心地の悪さみたいなのが結構随所に挟まってきて、不快感半端ないの漫画は。それがめっちゃ面白いのよ。逃げ場ないわけよ。もうこの村で生活しないといけないわけだから、この人たちを敵に回したら終わりなんだけど、でも見過ごせない事件がどうやらあるっぽいと。主人公の葛藤みたいなのが気持ちいいのね。ただこのガンニバルのおもろいところは、その主人公が結構ぶっ飛んでるやつで、もう絶対関わっちゃいけんじゃん、もう無視しときゃこの村で平穏に生活できるじゃんって思っても、ちょっとでも自分が納得いかんと思ったら、もうずいずい行くわけよ。村人に銃口向けられるよ、関係ねえ。もうずいずい行くの。軸にある正義感みたいなのが結構狂気じみてんの。行かれたね、狂った村に狂った元刑事がやってきたっていうおもろさにおだんなっていくと。で、漫画の方はその過程っていうのがじわじわ描かれていくんですけど、ドラマの方では結構初っ端からもう柳楽優弥演じる駐在が狂ってて、すぐプッチーに行くやつなのよ。ドラマが全何話あるんか俺わからんのんじゃけど、多分ね、その1話、なんか3、40分しかないのね。結構ね、展開だけで言うと、サクサクやるつもりなんだろうなっていうのが、キャラクター造形からもわかるんだけど、初っ端からぶっ飛ばしてて、もう見応えあるし、エンタメとしてめちゃくちゃ面白い。だから結構こういう、限界集落を舞台にしたビレッジホラーなんて言われると、割とこうじんわりとね、じっくりと描かれがちじゃん。だしまあ、片山晋三監督だから、割とこう社会派な雰囲気でね、ちょっとこう重い雰囲気なんかで展開されていくんかなって思ったら、割とこう漫画しとって、そんな主人公の柳楽優弥さんをはじめ、キャスティングっていうのもさ、このドラマの方では最高で、原作の漫画では、これ絶対モデルの人おるよねっていうような、明らかにこの俳優さんモデルにしてるよねって、この芸能人モデルにしてるよねっていうぐらい、このキャラクタービジュアルっていうのがすげえこうリアルなのよ。公家村の村長は明らかに西川清さんをモデルにしてるし、警察署の署長は絶対小日向文雄さんをモデルにしてんのよ。だから漫画の方を読んでいくと、あ、この人モデルにしてんだなってのがわかるんだけど、実写ドラマの方では、あえてそれを外してんのか、まあキャスティング上、まあできなかったのかわかんないんだけど、まあそのモデルにしているんだろうなっていう人ではないキャスティングになってんの。でもめっちゃハマってんのよ。あまりにもイメージ通りにしすぎると、ちょっと漫画っぽくなりすぎるというか、ギャグになりがちなところを、役者陣は安定のね、まあ、柳楽優弥さんもそうだし、吉岡里帆さんなんかもそうだし、あとまあ、笠松翔さんとか、あと去年の日本映画を見てる人だったらおなじみのね、佐向義さんとかね、毛抜かれるね。毛抜かれるシーンも最高だよな。ブチーって抜かれるんじゃなくて、メリ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 っていう、ムギュって抜かれるじゃん。
あのリアリティ。俳優さんたちはみんな安定感があるんだけど、で、やっぱり今作なんて言ってもそのアクションがすごいいいんだよね。で、このアクションに関して言うと、正直ね、原作の方は、その書き込み量がすごすぎて、ちょっとね、見づらい部分なんかもあったりすんのよ。で、まあ漫画だからそれはしょうがないというか、絵で見せなくちゃいけない部分があるからね、そのアクションっていうところは割とこう、勢いでこう、すげえって思える部分ではあるんだけど、それを映像にしたらやっぱりめちゃくちゃ見やすいし、原作の方もね、後半に連れてアクションもどん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 スケールアップしていくから、ドラマの方でもね、どの辺まで描かれるか分からんけど、その辺もすごい楽しみなところではあるのよ。結構アクションがすごい楽しみな部分ではあるかも。で、まあそのアクションで言うと、あの人ね。この漫画ではおなじみのね、もう目が真っ白のさ、もうバカでかい2メートル超えのおじいちゃん。あのビジュアルが100点満点すぎるやろ。だからその銀さんの遺体、一番最初の老婆の遺体と、あの人のビジュアルがもう100点満点すぎて、もうあれだけでガンニバルやって。思える。実写ドラマ化と言いつつも、やっぱり映画監督っていうこともあって、片山晋三さんがね、映画監督だからすごい絵作りっていうのがバキバキで、カラグレなんかも結構ね、濃度が濃いのよ。見とってずーっとリッチな絵を堪能できるから、ほんま映画みたいなクオリティで、その辺の満足度も半端ないのよ。順番で言うと、先にドラマを全部見といた方がいいかもしんない。原作全部読んでる勢からすると、やっぱその展開が結構早めだから、モノローグ結構入るんよ、漫画の方は。で、そのモノローグが緊張感があって、銃口を向けられた時も、おいおい、冗談だと、バカ言ってんじゃねえ、冗談で済むわけねえだろ、みたいな、その主人公の緊張感っていうのがもう直に描かれてるから、その辺はやっぱりね、恐怖感の演出は漫画の方が前半からほとばしてるんだけど、ドラマはやっぱりさ、そのモノローグやっちゃうと、まあ、やかましいし、逆に緊張感薄れちゃうと思うんだよね。だから結構ドラマの方は主人公すらも結構ミステリアスなキャラクターで、主人公が割と今一番怖いんじゃねっていうか、一番ぶっ飛んでねっていう、結構ドラマの方のおもろいところだなっていうか、漫画とは全然違った楽しさがあって、かといって漫画をないがしろにしているわけではなく、原作漫画の再現度っていうのもすごい高いのよ。だから多分これね、3話もう終わってると思うんだけど、3話どうやった？半端なさそうよね。今年は結構ガンニバルから始まるっていうのはね、なかなかにこう、日本のエンタメ界明るいんじゃねえかなと。2023年もすごい楽しめそうな予感ビシビシです。先にドラマ見て、その後に漫画読むのは結構いいかもしんない、展開としてはね。確かね、 U-NEXT とかだったら2巻とかは無料だった気するんで、ぜひ読んでみてください。漫画もめちゃくちゃ面白いから、多分毎週感想とかは俺多分できんと思うんだけど、最終回が終わったらそれこそまたね、動画で総括したいなと思っているので、ぜひガンニバルディズニープラスで絶賛配信中です。見てみてください。以上、沖田由紀でした。バイバイ。おはようございます。まあ、1月の14日にね、おたけびというオールナイトトークライブを沖田由紀するんですけど、ゲストの方にね、おまけの夜の柿沼さんと、あとジャガモンドの斎藤さん、あと、まだ仮ではあるんですけど、予定がまだ入ってなかったら、貝柱さんも来ていただける予定なんで、まあ、一面です。一面で、まあ、2023年のおもろそうな映画であったりとか、あとま、僕のね、去年、2022年のオールタイムワースト映画トップ10であったりとか、あとまあ企画的なところとかね。まあオールナイトでやるんで。まあいろんな好きなもん喋っていこうやーっていうようなライブになってるんで。ぜひね、配信チケットもあるんで、現地来れないよっていう人はね、ぜひ。当日、会場チケットもあるので、概要欄からぜひチェックしてみてください。